と混乱がまたあるんじゃないかなと思ってます。いやでも何でもできるっていうのがねこの梅原そうですね、プレイヤーの凄さというか、なんか本当こう試合の中で2試合目から急に動きがめちゃくちゃ変わるみたいな、もうリーグ本節で何度もありましたからね。別にどっしりプレーだけじゃないんだぞっていうのがね1巡目でありましたから、さあこの3巡目になります。依然ポイントリードは名古屋王者ボディスタービルダム、しかし流れは来ている最終関数熊本、この1巡目をリベンジできるか。1巡目先鋒戦の再戦です。ソニックには今のようにスライディングもしくは立ち強パンチといったところが対応策としてあります。オッケー、やはりこの強攻撃、やっぱりこの2バズーカが相当強力で、まあ、これでそのまあ無理やり近づくっていうところは非常に強力なんですよね。タルシンも技の発射は4フレームと遅いのでうまく合わさせればターンを取れると。さあここまでうまくさばく YC 持ち、タントリガーツを大地から、お、立ち強キックつながる、上と上げ、この画面端は怖い、まずはリバーサルで返していく、ダッシュを、いけるぞ、いやー、いやーお見事、プラス4フレームいたしました。さすがの持ち、まあ、立ち上キックはやはり追い払いの技としては要なんですよ。そこに対して、まあ、バックナック裏剣とかを狙ってるって感じでしょうね。そうですね、大きなリターンスライディングで前に来る、スライディングかなり置いてますね。うん、あれか、ダッシュ、いやー距離が遠い、ダイヤシーこれ打ち方洗練されてますね。センターで威圧ですっていう嵐ではないと、ただここは距離外から外側から差し返し、ズームで終わるならよくて、ズームに噛み合った時のリターンすごいですからね、お互いフルゲージです。ここは10円のところかなり危険、あ、ズームしないんだ、ただ徹底的にバス、そんな打てるやったか、足元、いやー持ち、ここは危なげのない勝利、なるほど、まあ、ここはなんでしょう、やっぱりそのいわゆるガイルダルシム戦をしっかりできましたね。はい、梅原側もやっぱり、とはいえしっかりチャンス作って端に押し込めてはいたんですけど、その画面足付近での技打ちによる守りというところがこれまでよりは、まあ、うまくできた、1巡目とはまあ全然違うような密着させない動きできましたね。梅原選手側がその強攻撃を振る前にスライディングだったり中キックだったり技を先に置いていて、でやっぱり振れないなと思ったところにガイル本来の動きのソニックだったり牽制を打って戦うようになってから、やはりダルシム側のペース、そうですね、やっぱり強攻撃、梅原の狙いとしてはやっぱりその強攻撃、リターンのある強攻撃っていうのをちらつかせてダッシュを通すっていうのがあったと思うんですけど、そこに立ち強キックがかなり噛み合った感じもしますね。ただ一応立ち強キックに対してはガードから V リバーサルが確定するんで、端受近で下手に打ってしまうとガイルのチャンスそれがなるってこともありますね。確定だ、お前素晴らしい、確かにかなりさっきのゲームからマフロートから散らすようなシーンはありましたが、やはり対策もできているか、入れ替え重視、上、うわー、よくアッパータイク、綺麗、カウンター、その外側から、ただ無理やり2バズで入るっていう、ガッでかいぞ、トリプルサバー、実は、ね、減った、これは倒しきり、あの V トリガー2のいいところ出ました、出ましたね、火力強化サマーからの EX サマーソルトキック、あ、投げ前に行く、持ち側が攻め込んでいく展開、そうですね、中距離でガイルにやりたいのはやはりこの EX ソニックをズームに噛み合ってダウンを取る、ターボとしては2バズーカにうまく返してという動き、歩いてきた、歩く、上、確かにダッシュより歩くのがいい、うわー、ちょっと、偉すぎでしょ、ジャンプ強敵は3番、あれ、打ってくる、前に行く、ナイスチャンスを発動、ゲージもマックスに近い、上やな、いい焼き上げ、チャンスあるぞ、おっと、押すのか、いやー、V リバ徹底している、ただ姿勢もたまりそうですね、いや、近い、いやー、ここは見えていた、EX ソニックに立ち強まで噛み合わせました。さあリーチは持ち、リベンジは目の前、踏み込みにはかなりの警戒を置きたいところ、持ち、
うわあ、これはでかい。端からコンボ選択エラー、ゲージもかなり溜まっている。ここは抜き取れない。スタがリーチスタンパで、ゲージを使い切れば残らないでしょう。ここは最後クリティカルス、ハリケーンでのフィニッシュ。梅原がカウントを返して 1-1。 いや、いえ、そのパックナックルの打ちどころの良さと、うん、あとはなんでしょうね、その序盤、この2巡目の序盤戦では、まあ、2バーズーカで無理やり触るという一つ動きに対して、YC モチダルシムの V リバーサルによる対応というところが目立ちました、うん、はい、ですので、その今の、ね、2試合目でいうと結構スタンチが溜まっているところで2バーズーカも打たずに V リバーされるんで、しゃがみ中バッチ切り替えて、まあ、V リバー見てるってことは手が出づらいだろうということで、そうですね、歩き投げなど踏み込みを増やすっていう、まあ、このやはりこの辺りの駆け引きのうまさ出ましたね。さあカウント1-1並びました。どちらが試合を取るか。まずはもち、梅原としてもかなり攻めっ気を見せながらプレーをしています。ああ、なるほど、交換してる。フロートジャックピーに大足タイプ。ここは高い返し、うん、高い撃でも打つ、投げ始まるぞ。とにかくダウンを取ってきっかけをつける梅原。 V リバーできないんでバーン。いやー、コントリックダウンから置き攻め。おっ、2バズ、ここではリバーサルがない分2バズーカー打ち放題。この後ですね、たまりそう。ここ持ちにもフルゲージが見える。1回リバーサルで返せるですね。どこで使うか。ただたまったら梅原が2バズーカー持ち、フルゲージだぞ。怖い。どうだ、いい足元、イーブンの状況。うわー、残った、タキンさんだ。だが、タキンさん出た、殺しでも、嘘です、アブドリーだー。マジかよ、わずかに届かない。ちょっと歩いたのに、歩きましたよね。フォートレスしたんですよ。ただタイマーがなくなったんで、まあ、いわゆる強化ダブルサマーじゃなくてノーマル EX サマーになったんですね。歩かざるを得ないが、タイマーも足りなかった。いや、タイマーを見てたのが本当に偉かったんですけど、それでも届かなかった。リーチは持ち、上、うん、とにかく対応。これは1でダウンを取る。ああ、持ちには V ゲージ2つ。おお、倒した、2発前に来た、止めている。ただリターンにならずダウン、投げ、素直な投げ。さあ、フルセットフルラウンド。ゲージ状況が、ここでは持ちがいい状況ですね。梅原としてはゲージがありません。バイセップ止めて、どう運用していくか。センタースライディング、ファイヤー2回、2ゲージ使って表、緊張の一瞬。このラウンドで勝負が決まる、うん、確かに徐々に梅原が走り寄せてきた。体力が相当奪われている。発動、さあ発動 V リバ。さあまずは V リバさんできない状況。ここは梅原が逆に高すぎる、押し返した、落ちリベンジなるか。目の前落とす、うわ、釣ってる。ファイヤー入れ替えて、入れ替えはでかすぎる。これは苦しい。この場合は千人の場合、補助リング、うわー、元2度目は通じないか。この陣通力、お見事、持ちがリベンジ成功。いや、めちゃくちゃいい勝負でしたけどね、最後の最後のラウンドはもうそれこそガイル・ダルシム、ダルシムの勝ちパターンというか、うん、やっぱり画面足にいけなかった、うん、あの手この手を使ってこう触ろうとしたところ、